4年に一度の夢の祭典、男子ソフトボールワールドカップが11月26日にニュージーランドで開幕します。前回は準優勝だった男子日本代表、今回は悲願である史上初の世界一を手に入れることができるのか。いや、日本代表だけでなく日本のソフトボーラー全員で世界一を取りに行きましょう。頑張れ日本。